初めてメロがリッピとチャチャと出会った日、二人ともメロに興味津々だけど威嚇と化せず優しく近づいてくれる二人に感動した日、二人の優しさがあって今の無邪気で自由奔放なメロがいる本当に感謝。怖がるメロに歩み寄ってくれて本当にありがとう。家族として受け入れてくれてありがとう。どれほど深く信じ合ってもわからないこともあるでしょう。その孤独と寄り添い生きることが愛するということかもしれないから、いつかあなたの